春日萌香です。 79.5 FM ナックファイブファンタジーラジオ、インタマ379.5 FM ナックファイブ春日萌香がお送りしているファンタジーラジオ、この時間は春日と埼玉ワッショイ大使の川内あやちゃん、あやちが埼玉県内の興味深いスポットやイベントを実際に訪ねて取材、インタレスティングな埼玉の魅力を1ヶ月にわたってご紹介するインタマ3。今月ご紹介しているのは川口市。先週はこれぞ老舗の洋食屋さんというお料理をキッチン友で堪能、お腹が満足した後は安らぎを求めてカフェとフラワーショップが一つになったフラワーカフェブルーミーズにお邪魔しました。フラワーカフェブルーミーズに来ました。いやもう花と緑に囲まれた素敵な空間ですね。そうですね、うん、こちら店内はですね、濃いグレー、まあ、黒に近いグレーと白を基調として温かい照明ですね、うん、その中にたくさんの植物たちがいらっしゃいます。すごく広々としていて開放感ありますね。そうですね、そしてあの椅子とテーブルも温かみのある、ね、木材を使って、はい、なんだか落ち着きますね。本当ですね、お花がいっぱいです。ソテツの葉っぱがたくさん飾られてますね。だいぶ高いところまでこうウッドボックスが、ね、3階ぐらいの高さかなまでウッドボックスがありまして、そこからも植物が垂れてるというね。スワッグだったりアレンジメントも販売されていたり、ワークショップも受けることできるみたいですね。お花も食事も楽しめるというね、こちらのブルーミーズさんです。はい、では私たちは、あやちはお食事を、そして私はデザートをいただきたいと思います。はい、今日私が頼んだのが今月のブルーミーズプレートということで、収録日本日2月なんですが、2月のプレートはこの30センチぐらいの丸いお皿の上に香草パン粉のチキンソテートマトソース、そしてアヒージョとバケット、そして根菜の甘漬けと15穀米がずらっと並べられている、とてもカラフルで美味しそうなプレートとなっています。お花が散ってるよ。そうなんですよ、さらにエディブルフラワー、食べられるお花が並んでおりまして、今日はビオラですね、飾られています。はい、さあ早速いただいてもいいですか。いただきます。こうパン粉をまぶされてカリッと揚げられたチキンのソテーいただきます。お花も一緒にいただきますね。香草パン粉というだけあってスーッと鼻にいい香りがきます。そしてニンニクも効いていて、チキンのジューシーな肉汁がたっぷりと口の中に広がって美味しいです。すごく香りも美味しそうですよ。お花は特に味があるというわけではないんですが、健康にも美容にもいいということなので、はい、いいですね。さあそしてアヒージョ、ブロッコリー、トマト、玉ねぎ、マッシュルーム、エビ、チーズ、たっぷり具材が詰まっているアヒージョの中から私はブロッコリーをいただきます。たっぷりとオリーブオイルですかね、オイルをつけましていただきます。このオイルもガーリックが効いていて、野菜の食感もしっかりと残っていて、とっても美味しいです。そして私はドリンク別で頼ませていただいたのが、スパークリングレモネードフレッシュレモン入り。こちらはですね、少し丸みの帯びたグラスなんですが、私の手のひらサイズぐらいの大きさがあって、ガラスがかなり重量のあるドリンクとなっています。たっぷり入ってますね。そうなんです、輪切りのレモンがですね10個くらい入っていますかね。ミントも飾られておりまして、どんなお味がするのか早速いただいてみたいと思います。
レモンの酸味がぐわっとくるタイプのレモネードです。甘みは全くと言っていいほどない感じですね。この甘みはですね、今話題のアガベシロップを加えることでご自身のお好みに調整できるということで、健康にも美容にもいいというこのアガベシロップ、ぜひ味わってみていただきたいです。はい、うん、アガベシロップ、私も何のことかわからなかったのですが、低GI 食品とされている甘味料だそうですね。アガベという植物の樹液から作られているそうです。月替わりプレートは数量限定で予約可能。他にも季節の野菜が入ったスープカレー、季節のスープセット、ミートソースパスタ、ベーコンとほうれん草のドリアなどのお食事メニューもありますよ。では続きをどうぞ。私が頼んだのは自家製チーズケーキです。25センチくらいの大きさのシャーレのような形をしている、ちょっと縁がついている円形の陶器のお皿にチーズケーキと生クリームの上にたくさんのフルーツ、あとはクッキー、こちらはいちごのソースでしょうか、が可愛らしくポンポンポンと飾られています。そしてね、あやちと同じように食べられるお花も散らしてあります。クッキーもおまけで乗っている感じで美味しそうです。それではこのデザートプレートのメインディッシュと言えるでありましょう、チーズケーキをいただきます。もうフォークを刺した時から滑らかな感じが伝わってきます。舌の上でとろける滑らかさ、甘酸っぱいの酸っぱいの部分はとても少ない感じの甘いチーズケーキです。濃厚です。フルーツもたくさん乗っているので、いちご、ブルーベリー、グレープフルーツの中から甘さとのバランスをとってグレープフルーツをいただきます。うん、目覚める酸っぱさ、フレッシュです。私もドリンクを別で頼みまして、こちらはデトックスハーブティーフレッシュレモン&ミント入りです。あやちと同じようにコロンとしたガラスの容器なのですが、かなり持ち上げるとしっかりと重量があります。私のそうですね、手のひらで包み込むのはちょっと難しいくらいの大きさです。そして中に入っているのはレモンが 2,3 切れとミントの葉っぱがたっぷりです。あやつとね、入っているものは似てるんですが、ドリンクの色が違いますね。薄いハーブティーの色がしっかりと見えます。ちょっとオレンジ味がある感じですかね。ではいただきます。あ、もういただく前からミントのいい香りがしますね。レモンの酸っぱさはわずかで、ミントの爽やかさがすっと気持ちがいい、そんなドリンクになっております。デトックスという名前の通りですね、こちらのお茶にはごぼうの根、タンポポの根、リコリス、ペパーミント、そしてバジルも入ってるということなので、大変香りがいいお茶ですね。こちらのブルーミーズではコスタコーヒーなどもいただけるということで、ゆっくりとねお茶したい時も、そして美味しく食事したい時も、植物を楽しみたい時もいらしていただきたいですね。はい、皆さんに楽しんでいただければと思います。お花に囲まれての優雅なお食事、優雅なお茶の時間でございました。お茶やお食事を楽しんでいる間にフラワーアレンジメントの制作をお願いすることもできるんですよ。来週は数ある川口市の公園の中からオーソドックスな公園とエキセントリックな公園をご紹介します。
インタマ3は Spotify などポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。